はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はパズドラクロスアナ降臨クロス級ですね。クロス級をアキさんと一緒にマルチでやっていきたいと思います。さて、やっていきましょう。一応ですね、何回かねクリアはしたいあるんですが、なかなかサクサクとクリアできないんですよね。なんかね、ラストで結構時間がかかるんですよ。なんでなんでしょう。まあ、サクッとやっていきたいです。やっていきたいので、やっていきたいと思います。どういうことだろう。日本語おかしい。さーてと、確か1、2、3フロアはですね、出るモンスターは決まってますね。真ん中の、成長したやつかな？この、今水色のやつですけど、成長してるやつがちょっと、色違いになる感じです。1フロアは確かね、水なんで、2フロア目が、火だったかな？ 2 フロア目が火で、3フロア目が木でしたかね。ですね、火ですね。2フロア目は火です。こんな感じが、1、2、3フロアと繋がって、続いて、なんか変だね。繋がって、また繋がってって言ってた。まあいいよ。まあね、1、2、3フロアはサクッといけるんですが、確か4フロア目が一番苦労するんですよ。いや、一番苦労するのはラストなんですが、4フロア目が2番目に苦労する。まあ、ここはサクッといきましょう。いいですね。パズドラなんか、バステと最強なんじゃないかなと思ってます、僕。このアーマーバステとね。かなり火力出るんで、最強じゃないかなと思ってます。ちょっとこれはキドロップ多いんじゃないですか、アキさん。大丈夫だ。問題ない。お、いい感じですな。もうこの時点で、木の3つはコンボ決まってますからね。あ、いい感じ、いい感じ。あ、いい感じじゃないですか。36倍出てますよ。いいですね。さて、問題のフラですよ、次は。さて、おっと。運が悪いですな。このフロア、火、水、木の3種類のうちどれか1体が出るんですけど、今回火ですね。こっち木なんですけど。相性悪い上に敵のね、先制攻撃で 75% 軽減というね、敵のね、敵が受けるダメージ。きっついわ。さて、どれくらい減るかな ?3、4、5、6、7、8。81倍。81倍でどれくらい減るんですかね。ちょっと試したことないな。お、これは、半分もいかない。半分もいかない。強い。強いっていうか、防御業が硬い。さて、アキさん何使います？これはここはスキル使わないとちょっとね、あれですからね。お、ベルダンディ使いますか。9個ありますね。じゃあ、決めちゃってください。行くでしょ。これはいけるでしょ。お、いいですね。これは、おっと。おー、ナイスです。ナイスコンボ。はい、81倍。わーお、10コンボ。144倍出ましたね。これは確実に倒せますね。さて、さようならということで、行きましょう。お気づきでしょうか。5フロア目ですね。5フロア目でいきなりボスと出ましたね。このフロア、6フロアあるんですけどね。第二形態があるって分かりましたね。さーて、この第一段階はそんなに強くないんですよね。攻撃受ける前にワンパンしてましたからね。まあ、先制攻撃を受けますけど。さて、キドロップを含めた、おっと、ちょっと待ってね。ちょっとしくじったけど、これ何コンボいく？落ちてくる！ 25 倍ですね。25倍で、ツーウェイが入ってますから、行くか！お、行った！マジか、やったね。で、第二次形態っていうね。バルキリーローズのエネルギーがアナに力を授ける。クロスオン！あー、やめてほしいよ、ほんと。回復多いっていうね。しかも、ど根性ついてますからね。これは耐久なんですよね。ここが一番時間かかるっていう。ここは、お、アキさん攻撃しますか？どうぞ。キドロップも9個ありますな。でも9個やってもどっちにしろど根性だからダメなんですよね。お、いい感じなんじゃないですか。9倍。あ、9倍ね。9倍でどこまで減らせますかね。しょっぺー。イノセントマインド。
あ、攻撃力が 1.5 倍と。じゃあ一応怖いので使っておきましょう。いいですね、スサノオ大好きですわ、この防御耐性ね。でちょこっとコンボを作っとこうかなと。4つ消し含めてのこれでよし、16倍。落ちてこないけど、まあいいでしょう。16倍、どこまで減らせるか。 OK、 半分いったと思ったらリザレクションっていうね。もうほんとリザレクション敵ヒットポイント全回復しますからね。これの繰り返しなんですよこれがね何回か続くんですよね。何回か続いて4回目くらいかな、4回目くらいのリザレクションでマックスまで回復しなくなるんですよ。さてどこまで減らせる。まあいいでしょう、回復消される。光が多いなぁ、光消せずいなかったよなまあいいんですけどね、頑張ってコンボ作りますからさて次のリザレクションまで耐えるけど、ちょっと光失敗したなぁ。まあ25倍いけば半分いきますよね。オッケー、半分いきましたね。そしてまたリザレクション。さて今リザレクション2回目ですね。ちょっとここら辺からね、回復をね敵が消してくるんですよ。ほんとやめてほしい。回復作るやつがあればいいんですけどね、ちょっと僕の場合回復作るやつと回復作りながら攻撃しちゃう感じなんでね。おアクさんナイスコンボなんじゃないですか。16倍で結構いくんじゃないですか。女神のオーラ、ちょっと初めてかな。スキル遅延してきましたね。ちょっとやめてほしいな。遅延耐性の玉だり1個もつけたいないんですよね。さて、キドロップはもう揃ってるから、これちょっと失敗したな。ナナミード入れれば、火も揃ったのに。さて、9倍でどこまでいく。半分いかない。そして、また状態異常無効化を張り直すっていうね。で、また回復が多い。回復作るのか減らすのかどっちかにしてって感じなんですよねさてリザレクション3回目いきますか、そろそろ。おっとちょっと光ドロップ失敗したな。まあいいでしょう。おっと気が落ちてくる。しかも49倍、思って64倍。まあどっちにしろ倒せないんでねまだね、いいでしょう。で生き残ってリザレクション、ここら辺でね、3回目でマックスまで回復しなくなるんですよ。なので、ちょっと、次殴って、根性じゃないね、リザレクションは、次のリザレクションがね、ほんとちょびっとしか回復しないんですよね。どうしてリザレクションって感じなんですよ。木が落ちてない、コーンかなー、木落ちてこんかなー、落ちてこないわなー。まあいいんですけどね。イノセントハウル。おっと最初1回目使った時 1.5 倍だったんですけど、3倍に増えましたね。これちょっときついかな。もう回復いらないからね。いいでしょう。アキさんどうぞ。お、いい感じですかね。1、2、3、4コンボは見えた。お、5、6、16倍。いいですね。で、半分まで減るでしょう。半分まで減って、またリザレクション。半分も回復しないんですよね。これでど根性が取れたということで、ボコボコにしましょうね。ルナティックストーンでキドロップ大量生成。ただちょっと作りすぎたかなちょっとこういうのあんま得意じゃないんだよな。ほらね、ちょっと待ってね、待ってね、ちょっと待ってね。あ、オッケー、これで大丈夫大丈夫大丈夫、いいいい、オッケー。36倍、おお、56倍、いいね。多分倒せます。 75% ダメージ軽減入ってるけど倒せる。さすがアーマーバセド、かなり耐久しながらの攻略になります。さてそれでは、ご視聴ありがとうございました。コメント高評価チャンネル登録お待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。